疲れ様です。今日はですね、世界で話題中の話題ですね。はい、もう今流行りすぎてるこちらのキョスケロイホグ、はい、やっていこうかなと思います。他のまあ YouTuber も多分上げてるとは思うんですけども、いやマジで強いし、みんな使ってます。はい、マルチでもだし大会とかでもかな、今なんかクラロワリーグで世界大会かけた戦いも始まってますんで、まあ、そういったところでももうみんな使ってる、はい、えげちいデッキですってことでやってこうかな。んでチャンピオンが入ってないんですよ。そう、チャンピオン入ってないからまあ基本的には使いやすい方かなということで、ミラーも入ってて、まあザッピーマザネクトリトンっていうのが、まあ、ここ最近のトレンドというか、まあなんだろう、もうザッピーか、ザッピーがやばいね。なんかザッピー墓石関係もだし、なんかとりあえずいろんなデッキに入ってるイメージがあります。まあ相手にファイボとかなければその時点で基本的には有利取れるのかなっていうので、まあザッピーでもし相手がファイブ持っててももう一回ザッピーミラーしちゃえばいいよねっていうので、まあそういうミラーとの相性もいいのかなと。で小物系にはママがね、はい、ぶっ刺さるのでという感じかな。はい、基本的な立ち回りはゴーストザッピーあたりを後ろから流して、キョスケ後ろから流してっていうので、まあ余裕あればロイフグ飛ばすぐらいでいいと思いますね。はい、うわ枯渇か、ちょっと、このダメージ僕嫌なんでね、はい、我慢できなくなっちゃう。でキョスケを結構なんか序盤から普通にミラーして時間稼ぎというか、あの暇つぶしをしてるプレイヤーもよくいたように思いました。はい、なのでキョスケ出して暇だな、キョスケミラーでいいやぐらいの、まあ、感覚でもいいんじゃないかなと思います。さあでもこれはまじ暇なんで一回飛ばすか、豚いるしね、いっぱいで、こういうところにヤナーム、ヤナームっていうこの呪文もなんかね、まあなんかええんすよね、これがまた。そう、まあでも相手枯渇なんで無闇に使うとこの後の防衛がね大変だよっていう話ですね。よし、うわ、え、エロ、何このゴブリンバレルの位置、めちゃくちゃ内側やんそんなことあるっていうぐらい内側でしたね。まあでも僕はヤナームあるので、まあ基本的にはゴーストとかザッピーとかで相手のゴブリンバレル守って攻めで吹き矢にヤナーム打てるとでかいかなって感じかな。よいしょ、暇なんでもうゴリゴリとりあえずキョスケでいいかなと。でマジでこれもどうしようってなったらとりあえずまた後ろからキョスケ出していけばなんとかなります。はい、ガチで。あのあいつやばいね、マイティ。いやー、しかもこれ手前がいてー。まあまあまあこれぐらいはよしとしますか。でこれちょっと攻めたいっすね、この結構流れが悪くないと思うので。でスケとかが来るのか。さあ相手は小物を出したいが出せない間になんと巨大スケルトンが届いていくマジで。で、ヤナーメのミラーがあるので、さ、守れてしまうっていう、やば、え、キョスケやばくない、キョスケだけどって。マジ、ロイホグいらんやんっていう話なんですけど、いや、本当に、キョスケが、キョスケが強いんですよ、最近、キョスケ、すべてのデッキに入ってます。はい、キョスケロイホグ、キョスケドリル、キョスケホグ、キョスケスキラー、キョスケコカツとか、キョスケロイジェイ、なんでもありですね、はい。なんでもありな。キョスケ環境ということで、まあとりあえずキョスケをミラーしとけば強いでしょっていう、これも温存しとけばいいかな。よいしょー、いやーいいね、なんかわかんないけど気づいたらぶっ刺さってます。はい、キョスケミラー、あとゴーストミラー、まあ何でもそれは相手によるかなと思うんですけど、キョスケミラーは安牌です。はい、基本私毒です。で一人だけ、マジでこのクラロをやってる世界の一人だけこのマザネクの枠をホバリングにしてる人もいました。まあそれはそれでなんかね、めちゃくちゃいい。そう、ホバが刺さる相手にはぶっ刺さりそうだなと思ったので、まあたまたまマザネク持ってないよって方とか、俺はホバリング愛してるんだぜって方はマザネクをホバでもいいのかなと思いましたね。まあ基本的にはこの方でもいいと思ってます。いやマジでこれあれ、これやべえ、このトイトも許容圏内に入ってくるか。いやでかい、やっぱマジでその相手のラバディガーなのかラバルカニやってもすごい変わるんですけど、
あれ、あぶね、あ、やばい、矢の雨打たれる。あ、でも矢の雨があるわ。さあ、矢の雨打たれてって感じなんですけど、まあ、ラバに対して矢の雨もあるのと、今回の相手が矢の雨なので、まあ、マザネクも結構強いっていう。しかもこれロイゴル出したっけ、出してねえな。はい、あーでもマイティ野郎がマジできちいな、これ。え、これさ、俺マイティで多分おられる、これもし。オーマグネス、いや、いか、いや、これマジで、でも相性いいと思うんだよな、俺。そう、多分相性はいいので、一旦ブー行って、いっぱい刺さんねえかな。全然刺さんねえ。いや、ちま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 。まあ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 、で、これ、マザネクがめっちゃ悩みの、行きますさい。ちょっとダメージを稼がなきゃいけないなっていうところもあり。一旦行ってちょっと稼いで、いや、これ守ればいい話なので、低めのマザネクマザネクかザッピーザッピーマザネクか、まあ、そういったところが相手守れないと思うので、よし、いや、これ勝ちたいところですね。さすがに低め体育最強ですからね。さあ、最強の体育、あと困ったら豚ミラーでもいい気がする。無理はしない。ゴーストが、いや、ゴースト入ってる。いや、でかっ、相手一回捨てたっす。よいしょ、で豚にして、いや、強くない？いや、もうミラーがいかれてんすよね、ガチ。あ、これさすがにロイヤルでもいいか。いや、キョスケの方が正解だったかな。結構悩んだとこなんですけど、相手マザネクにめっちゃ苦戦してますね。はい、やばい、マジでミラーのおかげみたいなところ。てか相手もミラー入ってたな、俺。ラバにミラーはめっちゃ珍しくね。ラバ掘りミラー、まあ僕もわ、すごい言えないんですけど、うん、さあマイティがどっか行った。え、で、矢の雨使ったね。マザネク地獄。あ、キョスケも入ってるね。やっぱやばくない？意味わかんないでしょ。ロイホグ出してねえかんな、これ。ここでロイホグ出したらもう、てか、マシマシで、相手諦めましたね。はい。いや、マジやべえわ、これ。なんかね、相手に結局ファイブ持ってても、こう、ディガーとかプラス矢の雨とかで、結局ザッピーとか、あとはなんだっけ、おばちゃんやられても、まあ、ミラーでもう一回出せるから、まあ結局そこっすよね。そう、そこで全てがもうひっくり返っちゃう。まあ、あとは単純にキョスケが強いから、とりあえず出したキョスケミラーとか、なんかとりあえず出した本当にキョスケゴーストとかでなんとかなっちゃうっていうのがやばい。完成度高すぎる、マジでやばい。天才だよ、このデッキ考えたやつ。さあ、マジ騙されたと思って一回使うと多分一生使っちゃうか、もう二度と触らないから、どっちかっす。あー、こういうの引くともうね、このデッキ使いたくなくなります。はい、しかもスケルトンって何っていう、しかもロイフなかったしね。いやー、エリポンスケはクロスか。あー、クロスちゃんです。はい、激きつ。あ、まあこのデッキが、まあ、クロスがまあ見て分かる通りきついんですよ。いや、じゃあクロスというかエリポンですね。はい、なんでまあエリポンはもう耐えるしかない。はい、耐えてキョスケで、あーん、ずるいってそれ、もうマジでずるい、あれ。やべえ、まあ行かれてもうた。うわ、これやべえ、ガチで流れやばすぎ。スケとかで延命されたらガチでやばい。いけ、あー、やばい、これ今多分これですら相手の方がコスト多い。うわ、
励ます。まあジェリポンぐらいかな多分ね。30人とかだったらね、またジェリポンからとも低め、トリトン低めからっつってこうね、まあ、頑張って守るとかもできるっちゃできるんですけど、低めでね言うてきつい、無理だよ。洋輔も今いないんだよ。カバーがすげえ速い。うわもう無理です。これはね、マジで聞いたらいけねえやつっすね。あーもう見なかったことにしてほしいよな。強防衛クロス、これは無理だ。まあ16だっけ、マルチのミラーって。そうだ、まあ、マルチのミラーだとね、こっちも16ミラーとか、16豚16巨助を出せるわけで、まあそれがガチで強いんですよね。そう、えそんな入るっていうぐらい、ほんと豚2匹無視しただけで1000とかいったりとか、マジゴリゴリ削るんで、まあそこもやっぱ強いところかな。まあミラーが強いだけか、まあ、今のもしゃあねえ本当に。あれ多分100回やって1回勝てっか。まあでも相手がもうね、上手かったし、ちゃんと分かってましたね。エリポン、はい、プレゼントです。さあということで、よろしくグランドキングくん。まあ基本的になんかね、意外と序盤はそんな動きやすいけど動かなくてもいい気もするね。キョスケキョスケしてな、なんでグッドゲームだこれ、どういうことだ。もう余裕でゴースト出しちゃう。さあとりあえず出し毒3コストゴーストからの、あーバルキリーはやだね、ロイフが刻まれちまう。あ、まあ、あと相手の施設次第かな。バルキリー入ってて施設入ってないデッキあんまないですからね。うん、おーラバルっぽいねこれ今の。めちゃめちゃラバル使いのザップだったな。さあまあこれはさすがに豚にしてちょっと壊してほしいな。いやーマジでやばい、ラバルファイボーはね話がちぎ、しかもバルキリー、なんでバルキリーっていう、マジでね。一丁。ちょっとダメージ稼ぎたいんですよ。と思って、めっちゃ行きました。はい。カウンターは、なんとかします。まあまあ、これ、でも、相手もコストなくなるからこのタイミングで攻めたいの。マザレクに、耐えれねえか。まあ、いやでも全然悪くはないぞ。しかもなんならここでチョスケからのバルキリーが来る。あ全然こう、お、ここ突破したらさ、突破したらキョスケが入るぞ。キョスケが届く。いやー美味しいからの、いやもう一回ミラーロイグも今ありだったっすね。まあでもまあ出しとけばなんとかなるか。いやめっちゃめっちゃめっちゃいい。ラバファイブに勝てんのガチ熱くね。いやでもインナーマジきちい。インナー一生飛んでやがる。インナー一生飛んでんな。あ、これやった俺もしかして。まあ、最強ザッピー出して、よし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 、これいればもうきついっしょ。普通はね。やらなる、いや強い、えやばい、ラバルファイブ俺正直無理だと思ってたの。いやまだ勝ってないんだけど、
正直無理の領域だとは思っていたが、なんとかなりそうな気配もやや。これ間に合わねえのきちいよな。バルキリー使ってるからこれでファイボ絶対使わせられて、頼む祈りのミラーブッダ。お、4の目必要。16はね、一発の直音がレベチなんですよね。ほんと100超えぐらいある。いやマジいくらあんだろうね、16豚。さあということで、ラバル5に勝つのはなかなかいかついぞ。組まれたら終わりな気もするが、さあそれだけね、キョスケの火力、ロイフグの火力強すぎ問題です。きた、2022のバッジ持ってるっすね。17勝以上で一応ゲットできるのかな。21、あ、墓石が多いやね。まあラバカーも墓石ザッピーのハッピーセットっすよね。さあハッピーセットっすね。最近は当たり前ですからね、この墓石ザッピーが。あー、まあ墓石スキキンだったらラバっぽい、ね、ラバ掘り嫌な雨だね。ラボリアナメ多分ゴリ相性いいんですよね、多分。だってザッピーも処理できないっしょ、マザネクも処理できなくて、マザネクミラーも処理できないんですよ。あれで何も処理できないじゃんっていうので、こっちがやらかさない限りは勝てそうで、墓石のサイクルっすね。キョスキ行っても墓石、ロイフグ行ってもなので、まあ行ってゴーストかな。端前でこれなんなら墓石釣られなかったら美味しいな。まあこっ、キョスケまではワンチャン行ってもいいかもしれない。うん、インドラ、あーまあいい、キョスケがどうせこれ届くから、よし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 。まあここでザッピやったら神だったんですけどね。いやー、さすがにフリーズとかなければ落ちはしないでしょ。オッケーオッケーオッケー。これ悩むね、守り方。いろんなパターンの守り方があるが、さあまあ多少ダメージ受けちゃってますけども、マゾネク先生がお残りの、いやー、これ行く必要ねえかな。ダンステードもいい気がする。さあまあこっからっすよね。おお、サイドそっちに来てくる。いやー、これちょっとわかんねえな。なんかゴリゴリいけそうじゃね、なんか息毒みたいな気がする。気のせいかな。息毒そんなこともない。いや、めちゃくちゃ息毒だよね多分これ。ザッピー16強い、しかも、あー、ハゲてる相手が、これやばいよ。しかもキョスケの爆破でイカれるなのに、またキョスケのおかわりと、あー、まあザッピーが守ってくれるっしょこれ。ロイフグだってほぼ出してないからね。いや、出したな、出したっけ。さあ豚でチョコー。いやー、マジこのデッキ、今までの、まあ、ここ最近の基本的なテンプレ全てをぶっ壊す破壊力を持ってます。はい、またキョスケとかはね、インフェとかインドラとかがきついんですけど、単体効果力ですね。まあその辺に対しては逆に豚がね刺さるので、豚攻めもあり。はい、ちゅうことで、いやマジ強です。はい、キョスケロイフグね、ちょっと最近あの動画投稿はあのたまにサボってるんですけど、ごめんなさい。はい、毎日ねしっかり上げていきたいと思います。ということで、よければちゃんと動画もお願いします。お疲れ様でした。またね。